ただいまから議会運営委員会を開会いたします。まず1、本日の議事日程についてを議題とし、括弧1、委員長報告の E、議案15件について説明を求めます。委員長。遠山議会事務局長。はい、皆様おはようございます。おはようございます。議会事務局の遠山でございます。それでは1、本日の議事日程の括弧1、委員長報告の括弧1、議案15件につきましてご説明を申し上げます。着座にて説明させていただきます。それでは資料をご覧ください。日程第1から日程第15までの議案15件については付託されておりました関係の特別委員会および常任委員会から審査が終了した旨の報告がありましたので、この審査の経過および結果について委員長報告がございます。なお採決にあたりましては、日程第1議案第64号は単独で挙手採決、日程第2議案第62号は単独で挙手採決、日程第3議案第63号は単独で挙手採決、日程第4議案第64号は電子評決システムによる採決、日程第5議案第65号は単独で挙手採決、日程第6議案第66号は単独で挙手採決、日程第7議案第67号は単独で挙手採決、日程第8議案第68号から日程第10第70号は一括で挙手採決、日程第11議案第71号から日程第13日程第13第73号は一括で挙手採決、日程第14議案第74号は単独で起立採決、日程第15議案第75号は単独で挙手採決でございます。なおタブレット端末に委員会審査結果表を配布いたしておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。また本日は議席に議員評決申告書を配布しておりますので、よろしくお願いをいたします。説明は以上でございます。ただいま説明が終わりましたが、何か質疑ございませんか。なし。内容ですので、次に過去に議員提出発議案1件について説明を求めます。はい、委員長。遠山議会事務局長。それでは議会提出発議案につきまして、タブレット端末に表示されております発議案の通り1件が提出されております。9月30日提出の発議案第9号、八代市議会のさらなる発展と円滑な議会運営に係る決議案につきましては、増田和樹議員ほか15名から提出されたもので、趣旨弁明は増田和樹議員となっております。以上でございます。ただいま事務局から説明がございましたが、今回提出されております発議案は本委員会メンバー以外からの提出であり、会派などからの議員発議案については発議者代表が説明することとされております。本日発議者代表である増田議員は本委員会に出席されておられますので、この際本発議案1件について説明をお願いしたいとお願いしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。よし。ご異議なしと認めます。それでは発議案第9号について増田議員お願いいたします。はい、おはようございます。それでは提案の理由をご説明したいと思います。各議員が市議会として果たすべき目的を見失わず、市議会内外を問わず責任を持った言動を行い、市民に説明できる開かれた議会運営と市議会のさらなる発展を図る必要があるということから提出いたしました。以上でございます。以上説明をいただきましたが、何かありませんか。それではただいま説明等がございました発議案1件についての委員会付託について協議いたします。付託はいかがいたしましょうか。はい、委員長。上村委員。はい、委員会付託を省略して、はい、よろしいと思います。省略とございますが、それではお分かりいたします。議員提出発議案1件については委員会付託を省略することにご異議ございませんか。よし。ご異議なしと認め、そのように決しました。それでは
本件の採決方法について事務局について説明を求めます。委員長、遠山議会事務局長。日程第30発議案第9号についての採決方法につきましては全紙評決システムによる採決となります。以上でございます。ただいま説明が終わりましたが何か次ございませんか。次に加古さん、市長追加提出議案の不議案件の加古委員の決算議案について説明を求めます。委員長。野々口財務部長。皆様おはようございます。財務部の野々口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたしまして着座にて説明をさせていただきます。それではタブレットの令和4年9月定例会提出予定議案括弧閉会日提出予定をご覧ください。本日追加提出を予定しております決算議案は議案第76号から第85号までの10件でございます。これらにつきましては議案第76号の令和3年度の一般会計並びに議案第77号から第85号までの国民健康保険や後期高齢者医療など9つの特別会計の決算事務が完了し、また監査委員による決算審査も終了いたしましたので認定をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。以上でございます。ただいま説明が終わりましたが何か質疑ございませんか。それでは市長追加提出議案すなわち決算議案の実験についての委員会付託について協議いたします。付託はいかがいたしましょうか。委員長。委員委員会付託でお願いします。はい。それではお分かりいたします。決算議案実験についてはタブレット端末の付託表の通り委員会付託することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めそのように決しました。それでは委員会の付託先について説明を求めます。委員長。遠山議会事務局長。それでは市長追加提出案件のうち決算議案10件について委員会付託となりましたので委員会開催にかかる本会議日程についてご説明申し上げます。本会議において委員会付託決定後休憩を取り委員会の開催となります。まず第一委員会室にて経済企業委員会を開催していただき終了後建設環境委員会終了後に令和2年7月号に関する特別委員会を開催していただくこととなります。次に第二委員会室にて文教福祉委員会を開催していただき終了後総務委員会を開催していただくこととなります。委員会終了後本会議が再開されることとなります。説明は以上でございます。予算議案1件について説明を問います。委員長。野々口財務部長。それでは本日追加提出を予定しております予算議案1件につきまして、説明をさせていただきます。議案第86号令和4年度八千代市一般会計補正予算第7号でございます。補正予算の総額は1億5550万円で先月17日から19日にかけての台風14号で被災しました道路などの災害復旧経費や避難所開設にかかる経費でございます。内容につきましてはまず避難所として開設しました総合体育館などの指定管理施設および指定緊急避難場所としております坂本町の自治公民館の使用料など140万円でございます。次に災害復旧費では農業施設19箇所林道施設14路線道路橋梁施設8路線につきまして土砂や倒木の除去測量設計委託にかかる経費として1億5020万円避難港など2箇所における漂流物の回収処理などの経費として390万円でございます。以上が本日追加提出を予定しております予算議案1件でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいま説明が終わりましたが本予算案の詳細につきましては執行日よりこの後全員協議会等終了後全員協議会室にて全議員に対して説明したい旨の申し出があっておりますのでご承知おき願います。なお議員各位におかれましては被害全体総額についてのご質問もあろうかと思いますがその内容につきましては昨日タブレットに送信させていただきました市の災害対策本部会議の資料を各自ご確認願います。
その際、災害対策本部会議の資料についてお尋ねがある場合は事務局までお願いいたします。それでは何か質疑ありませんか。ありません。それでは予算議案一件についての委員会付託について協議いたします。付託はいかがいたしましょうか。はい、委員長。上村委員。はい、本来こう災害関係はですね、緊急を要するということで今までほとんどもう先決で済ましてきた部分があるんですが、今回はまあタブレットも利用してですね、予算の説明もですね、各自に行き渡っておるということであって、また今日全挙で終わってからまた詳細の説明をするということであればですね、委員会付託は必要ないんじゃないだろうかというふうに思います。他にも委員会はありますんで、付託のその分を進めていくような形で必要ないというふうに思いますが、それでお願いしたいと思います。付託なしという今議案がございました。はい、クライン。はい、付託ありでお願いしたいと思います。丁寧な審査を求めます。他にございませんか。山本委員。上村委員からも大倉委員からも、まあ多方の中の意見が出たわけでありますけれども、まあ、予算という面から言ってですね、やっぱり付託するというのが通常であるということはみんなで認識したいと、まあ、現状でそのようなもう災害等々であるということもありますけれども、まあ、短期間の中で予算審議をするということにしていただければなと思いますけどね。他にございませんか。紹介します。どなたかなら、いかがいたしましょうか。はい、今回は、まあ、特例というわけではないんですが、今回事例を見てですね、委員会の付託を省略して全挙で丁寧に説明があるということですので、それをなし考えて委員会付託なしというふうに持っていきたいというふうにお願いします。それではお諮りいたします。市長追加提出議案の予算議案1件については委員会付託を省略することにご異議ございませんか。なし。ご異議なしと認め、そのように決しました。それでは本件の採決方法について事務局について説明を求めます。委員長。遠山議会事務局長。日程第26、議案第86号についての採決方法につきましては、単独で起立採決となります。以上でございます。ただいま説明が終わりましたが、何か質疑ございませんか。よし。内容ですので、次に、人事議案2件について説明を求めます。委員長。佐藤市長公室長。はい、皆様おはようございます。市長公室の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。それでは座って説明させていただきます。どうぞ。本日の追加提出議案として人事議案2件を予定いたしております。内容は教育委員会委員の任命が1件、監査委員の選任が1件でございます。タブレットの資料、教育委員会委員候補者略歴をご覧ください。まず議案第87号の教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてですが、令和4年9月30日をもって1名の委員が任期満了となりましたことから、後任の委員の任命について地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。任期は令和4年10月6日から4年間でございます。候補者でございますが、略歴資料をご覧ください。沢村信弘氏は東洋町にお住まいの62歳の男性で、昭和58年4月から平成30年3月まで小学校の教員として子どもたちの指導教育に熱心に取り組んでこられました。その間、八千代市立の鏡西部小学校、八千代小学校、八竜小学校、大田郷小学校、金剛小学校の各校で教頭を務められるなど、本市の地域学校に広く精通されておられます。教育委員会委員の職にふさわしい人格、執権を有する方であり、適任と考え議会にお諮りするものでございます。続きまして、タブレットの資料、監査委員候補者略歴をご覧ください。議案第88号は
監査委員の選任につき同意を求めることについてですが、市議会議員のうちから選任する監査委員に谷川昇氏を選任することについて、地方自治法の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。以上が定例会最終日、本日追加提出を予定しております人事議案の説明となります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは人事議案2件について委員会2択について協議いたします。2択はいかがいたしましょうか。あ、その前すみません、今ちょっと早め飛び越しました。ただいま説明が終わりましたが、何か質疑ございませんか。ないようですので、それでは人事議案2件についての委員会2択について協議いたします。2択はいかがいたしましょうか。はい、上村委員、はい、2つなしで、はい、それではお分かりいたします。人事議案2件については委員会2択を省略することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。なお議案第88号については、議題となった時点で谷川議員には除籍していただくこととなります。ここで本件の採決方法について事務局に説明を求めます。遠山議会事務局長。日程第27、議案第87号及び日程第28、議案第88号の2件についての採決方法につきましては、それぞれ単独で起立採決となります。以上でございます。質疑ございませんか。ないようですので、ここで執行部はご退出ください。自分で言ってくる。次に丸に選挙の各行為、八代市生活環境事務組合議会議員の選挙について報告を求めます。委員長。小山議会事務局長。八代生活環境事務組合より議員の辞職等に伴い議員2名の選出依頼が参っております。本件に伴いまして、各派代表会議においてご協議いただきました結果、北園武弘議員及び木村博之議員を選出いただいております。報告は以上でございます。ただいま報告がありましたが、本件について何かご意見等はございませんか。すみません。それではお分かりいたします。八代生活環境事務組合議会議員の選出については、ただいまの報告の通り決定いたしたいが、これにご異議ありませんか。よし。異議なしと認め、そのように決しました。次に括弧4、閉会中の継続審査調査の申し出について報告を求めます。委員長。遠山議会事務局長。それでは閉会中の継続審査調査の申し出につきましてご説明を申し上げます。タブレット端末の令和4年9月定例会議事日程括弧55をご覧ください。まず令和2年7月豪雨に関する特別委員会では所管事務調査1件、経済企業委員会では所管事務調査2件、文教福祉委員会では所管事務調査2件、建設環境委員会では所管事務調査2件、総務委員会では所管事務調査2件となっております。なお議会運営委員会においてこの後ご決定いただくことを予定いたしまして、ご覧の3件を記載しております。合計で12件でございます。また決算議案10件につきましては、所管の特別委員会及び常任委員会におきまして本会議の途中で休憩を取り、委員会を開催しご審議いただいた結果、継続審査となった場合は継続審査件数に加算されることとなります。説明は以上でございます。ただいま報告が終わりましたが、何か質疑ございませんか。ありません。ないようですので、次に括弧5、その他について何かありませんか。ありません。それでは次に2、本委員会の閉会中の継続審査の申し出についてお分かりいたします。本委員会は議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、
議長の諮問に関する事項について閉会中も引き続き調査することとし、継続調査を申し入れたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なし。ご異議なしと認め、そのように決しました。次に3、その他について何かありませんか。すみません。なければ以上で本日の議会運営会を閉会いたします。